から自分で1年半かけて直して、じゃあ本当に骨だけ変わってたんじゃないですか。モーターズ、はいどうもこんにちは、モーターズの山本です。ということですね、今日も元気に愛車紹介やっていくんですけれども、ちょっと前に出たですね、名阪の魔王号に引き続いてですね、こちら三重県は伊賀市にあるエモーションさんで取材をしているわけなんですけれども、前の動画の最後に出てきましたね、エモーションの代表の加山さん、初めまして。初めまして。場所まで借りちゃって恐縮です。で、ここに今ドバーンとの FC がありますけど、これが愛車の FC でございますか。はい、これなんかはついてないんですけど、競技車両、去年にフレームから自分で1年半かけて直して、うん、でとりあえずここまで来て、はい、今から試験を取ろうというところなんです。なるほど、フレームからって言ってましたけど、はい、どの状態だったんですか。エンジンもミッションもないし、シートも中も何もなし。じゃあ本当に骨だけ変わってたんだよね。あらー、そこからここまで作っちゃったと。ピカピカじゃないですか、ボディとかも。今日はですね、この気になる FC を取材させてもらっちゃおうと思います。というわけで、いろいろ教えてもらおうと思うんですけども、まずこの車のコンセプトを教えてもらっていいですか。昔に FC に乗ってたことがあって、まあ、結婚期に降りたんですけど、はい、まあ、ずっと乗りたくて作り始めた、ドリフトスタイルみたいな。じゃあ本当にドリシャ仕様です。そうです。もともとその FC でドリフトをやってたんですか。そうですね、やってました。コツコツパネルからエンジンから手に入れて、仕事の合間にもう全然走れちゃうぞぐらい。そうですね。すごい、どんな風になってるのかね、いろいろ聞いていこうと思います。まずもうフロント周りノーマルを探せ状態になってますけど、ついてるパーツのこといろいろ教えてください。まずこれボンネットが全然違いますよ。はい、ワンオフって聞いてるんですけど。あ、そうなんですね。はい、これは知り合いから譲ってもらったんですけど。あ、そうなんですね。はい、バンパーはこちらは、これは BN スポーツですね。 BN スポーツなんだ。これリップのペッて張り出してる感じがね、ドリシャっぽくていいよね。こんなダクトついてるんですね。これ前のオーナーさんが言ったみたいで。あ、そうなんですね。中古買って直したんで。中古とは思えないぐらい綺麗ですけどね。直したんで。これはフェンスのノーマルではない。ないですね。高サイズさんの25ミリワイド。だいぶ大きく見えますね、これ。そうですね。前乗ってたのがこういう仕様だったんですか。全く一緒です。あ、全く一緒、はい、もう完全にこの組み合わせ。はい、もう再現したっていう。うわー、すげー。自分の乗ってた車再現するっておもろいね。ちょっと鳥肌立ったもん。やっぱこのルックスが好きで。そうですね、これがやっぱり一番好きですね。サイド回ってきたんですけど、なんか FC には似つかわしくないでっかいホイールがついてますけど、これ何で18です。8、これどこのホイールですか。これ CST って聞いたんですけど、これももう展示品を知り合いからただでもらったので、そのままつけちゃおうみたいな。なるほど。え、これスペース入ってないです。入ってない。いくつですか。これ 9.5J。 インセットはプラス35やったと思います。あ、それでこんな感じになるんですね。これ 25mm 出てなかったらもう無理ですね。無理ですね。まあ何かしら転がし用につけてるだけで。なるほど、はい、もうちょっと本当は太いやつを履かせたいなと思ってます。その割には随分ビッタシ面も出て見た目決まっちゃってるんだけどね。ブレーキ周りはこれは FD 純正、ちょっと強化する的な意味。そうですね、ちょっと剛性のある FD キャリパーを流用してつけてます。FC に FD をつけるのってなんかブラケット必要だったりするんですか。ナックルごとつけたんで。じゃあもうもはやなんかブラケットがいるとかいう次元ではない。これサスペンション何がついてるんでしょう。これ HKS のシャトジョーク。あ、ハイパーマックス。はい。でこれサイドステップはどこのになるんでしょう。知り合いにもらったんでちょっとメーカー不明なんですけど、はいはい、まあ、謎だけどいい感じのスカート感という。そうですね、張り出し感が。これミラーがガナドール。ガナドールですね。おー、本物ですか。本物です。いやー、高かったでしょう。結構高かったですね。ピッカピカですね。これオールペンしてるんですよね。オールペンしてるんですけど、はい、クリアは拭いてなくて磨きとコーティングだけでクリアっぽくしようじゃないかってコンセプトで作りました。すげー、そんなことできるんだ。これフロントとホイールは違う。違います。これ本当にメーカー不明で。あ、そうなんですか。はい、幅どんなものなんですか。これも 9.5J。 あ、そうなんですね。はい、18インチ。的には前後通し。そうですね、ほぼ通しです。ほぼ通し。インセットだけ違うんですか。はい、そうですね。今履かせてるのがリアは265、まあ、びっちりショルダーも立ってる感じですね。はい、フェンダーもだいぶワイドになってますよと。 D-MAX。 D-MAX ですけど。なるほど、はい、これどっからですか。一応ここら辺からなんですけど。あ、そんなところからなんだ。で、そこスムージングして。そうですね、ここから鳴らしてこう。はぁ、めちゃめちゃ綺麗。前乗ってたやつはもうリベット止めで。おぉ、スパルタンになってたんですね。はい、
でもこれでもだいぶこっちも出てますよね。そうですね、25ミリぐらい出てるかな。でっかいほうついてますね。これ一応ワンオフみたいなものなんですけど、はいはいはい、このスペーがガレージ EV さんで、うんうん、まあ、羽がまあオリジンの1750ミリを。1750、車幅ここまで。ドリフトする上でこのサイズの羽ってどうなんですか。コースによりけりやったりするんですけど、はい、ただやっぱり威圧感と派手さ、なるほど、何よりも目立つ、はい、いやー大事ですね。誰よりもかっこよく、誰よりも派手。またマウントも高いですもんね。これ一応屋根より低いけどぐらい。イヤマンパーはこれはノーマルになるんですか。ね、なるほど、ノーマルにデビューがあったのがついてる。リアディフューザーあるいはメニューのカーボンだったのがついてる。おお、そうですね。でちゃんとそのなんだく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 つってね、点つく点点つくつってね、伝わる人いるかな。マフラーはどこのになるんでしょう。バービークラブのステップ2、うん、これがさっきね、ここに車庫入れするときにずいぶんいい音してたんだ。ご会長、うわ懐かしい内装が、あらなんかいろんなものないよこれ。後ろとかも競技やる気満々ですね。そうですね、これロールケージが斉藤ロールケージですね。お、斉藤さんだぞ。ですね、何点になるんですこれ。これ本当は8点やったんですけど、うん、横だけ後で追加しました。その辺はやっぱいざ当たった時のための保護。そうですね、あとは見栄えですね。見栄え大事ですね、開けた時のやる気感、はい、でこれステアリングは僕見たことないんですけど、これどこのですか。ももやと思うんですけど、なんか随分年季が入った感じが、はい、ちょっと当時感を意識しつつ、センターコンソールの上には4連の追加メーター、水温、油温、油圧、ブースト、はい、これサイドブレーキ2系統、はい、純正のサイドブレーキと油圧式のサイドブレーキ、ちゃんと油圧サイドもつけてリアパキッと効くように。やっぱこの辺はドリフトやるなら必須ですか。そうですね、 FC どうしてもサイドブレーキが弱いんで油圧もいるかなと。バケットがこれはブリッドのジータ3です。ジータ3、はい、でもリアは当然のようにドンガラと。そうですね、バッテリーもこっちに持ってきてる、はい、これじゃあ2名公認取るんですか。取りますね、車幅と取って3ナンバーにして。なるほど、じゃあ完全フル公認で作るんですねこれ。そうですね、エンジンはまあノーマルということで、はい、まあ、エアクリも変わってたりとか、ラジエーターが酸素なんかが変わってたりとか、はい、っていうのがまあありますと。実際200馬力だとパワーが足りないと思うんですけど、どういうことだろう。その辺はなんか今後やっていく予定があるんですか。そうですね、エンジンを新しく作り直してパワーを増したいなと思います。どれぐらいのものに。350馬力ぐらいですね。350ぐらいですって。そうなってくると結構まあ扱いやすい感じで。そうですね、長持ちしますし、うんうん、ブローがね一番怖いですから。500馬力クラスの FC は本当に怖いんです。パワーパネルに入った瞬間にどこ飛んでるか分かんないんです。僕には無理でした。というわけで車をいろいろ見せていただいたわけですけれども、もともと最初の車は FC だったんですか。もともとは AE86 を4台乗って、そこから FC になり、はい、やっと草戻ってきた。なるほど、はい、え、あれ今おいくつですか。今28です。28で免許取って最初は86。86めっちゃ高かったんじゃないですか。その時は10年ぐらい前なんで、はい、10万とか15万とか。嘘、本当に、はいはい、で、まあその86を買って乗って、で、もうドリフトだったんですか。最初からドリフトでした。もともと車はお好きだったんです。もともと整備士になるつもりで、はい、専門学校に通ったんですけど、はい、好きすぎて、まあ、学校辞めて、おでしばらく車から離れてたんですけど、はい、まあ、FC にどうしても乗りたくてコーティング屋を開いたんですよ。 FC に乗りたくてコーティング屋を開いた、はい、結構パワーワードすぎるんですけど。あるあるはですよ、この車欲しいからお仕事を頑張ったとか貯金したとかっていうのがあるけど、店を開いた、それが一番の近道だったんですか。そうですね、それがまあこのお店、はい、このエモーションさんっていうのはコーティング屋さんなんですか。3年目なんですよ。コーティング屋として最初やりだしたんですけど、はい、そこからまあ趣味の一環からサーキットを知り始めたりとか、うん、車売買したりとか、はい、全般的にやるようになりました。え、でもじゃあ3年ってことは25の時に店を開いてるんですか。はい、いやだってなかなか25歳って、あ、それで言うと僕25歳の時は仕事もしてないんだけど、まだこう遊んでいたりとかディープに飛び込むのには勇気がいるお年頃だと思うんですけど、なんでまたあえてその道を選んだんですか。ずっと独立したくて、やるんやったら車がいいなって言ってやり始めただけなんですよ。結構大変だったんじゃないですか最初。そうですね、家族から反対されたなんでそこまでしてやりたいと思ったんですか。
で FC を降りてからその間も会社員として働いてるじゃないですか、はい、その中ではやっぱり FC を買い戻すことができなくて、でまあいろんな試行錯誤した挙句店をやるしかなくなったっていう消去それでまあ実際にお店を開いて、はい、本当にこれを手に入れて今ここまで作って、すごいですね。日本にはいるんですよこんな28歳は。この車がそのさっき言ったコーティングの部分で技術力の粋を尽くしてこんなピカピカになってますか。そうですね、ラッカーをしてコーティング当てて、まあ、ここまで持ったみたいな感じです。特殊な溶剤を使ってとかいうことじゃなくて丹念にやってっていうことですか。磨き自体はそうですね、もう本当に一般的にエモーションさん独自の特殊なシャンプーであったりとかワックスであったりとかそういうのもあるんです。一応シャンプーはワンオフで作ってるんですけど、コーティングもいろんな種類あるんで、この種類はこれみたいな専用品みたいなシャンプーは作らさせてもらってるんですけど、それ一般販売をしてない、店頭販売しかしてないので。なるほど、はい、まだネットでは売ってないです。それをやりたかったら今のところはエモーションさんに来るしかないか電話もらうかなるほど、っていうことですね。実際そのエモーションさんにお願いしたいと、ホームページとかもあるんです。一応うちカーセンサーもやってるんで、カーセンサーの独立したうちのホームページっていうのが一応あります。そこに住所や連絡先載ってるんで、お問い合わせいただいて。なるほど、この辺はぜひぜひ見て皆さんチェックしてみてください。というわけで本日はですね、この三重県の伊賀市にあるエモーションさんの代表の高山さんの愛車の FC を紹介させていただきました。改めてありがとうございます。ありがとうございます。ちなみにですね、この FC についてるパーツっていうのはですね、元からでも取り扱いがありますので皆さんぜひチェックしてみてください。そしてこの動画を見て面白いと思ってくれた方は高評価およびチャンネル登録、この赤いボタンを押してください。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。ここまでご視聴いただきありがとうございました。モーターズチャンネルではスポーツカーからキャンピングカー、最新の車にパーツ情報など車の面白さを伝えるために僕たちが日々走り回っています。あなたの好きな車が出てくるチャンスがいっぱいあるので、ぜひチャンネル登録してください。登録したらベルのマークも忘れずに。